指のマッサージをしてます。一本ずつキュッキュッキュッと圧を加えながら逆側に反らしてみたりマッサージ、ギターをより上手に、より繊細に、より豪快にお届けできるように、こう指のマッサージは大事なんです。今日6月27日は札幌は白石にあります歌謡クラブありがとうさんでの高橋正樹ライブ、歌わさせていただいている真っ最中ですけどもね。この番組は事前に収録という形でお送りしてますけれど、まあ番組の中でライブの前にすること、この話してこなかったなと思って今日改めてします。ライブの前日、食事に関しては汁物と言われるものはほとんど取らないですね。喉が焼ける心配のある飲み物、つまり熱いものであったり、ラーメンやそば、うどん、味噌汁といった類のものは摂取しないですね。で、そして過度な塩分は取らないようにしてます。むくみやすい体質なんでね、あまり塩分取らないようにしてる。で、しっかりと睡眠を取るようにしますね。で、朝ライブの当日起きたら、リハーサルが午後4時からとすると6時間以上前から体を起こして、で徐々に作ってきますね。で、昔マイケル・ジャクソンの This is it っていう映画を見たんです。ドキュメンタリーので、マイケルが言ってたので、いきなり声を出すと喉が壊れてしまうから、少しずつ発声をして喉を作っていくというね。で、だから僕自身もそのマイケルのその映画を見てからは、あ、なるほどなって。で、いきなりフルスロットルで声出しをしていくんじゃなくて、ゆっくりと喉を鳴らして作っていくという形で。で、指の柔軟もそうですよね。いきなりこうギターを弾いて、めちゃめちゃ動きを出していくというよりは、ゆっくりとマッサージをしながら、柔軟しながら作っていく感じですね。で、午後5時からリハーサル。リハーサルって言ってもこう1回目の本番っていう意識ですから、でそこでがっちりいって、で本番、例えば午後7時からだったら、そのリハーサルが終わって、会場から開演までの約30分間ぐらいありますけどね、そこで気持ちを整えて一回、まあ車のギアで言えばニュートラルにギアが一回入る感じなんですよね。なのでスーッと、もう全てがフラットになる感じになって、そこから本番の衣装に着替えて、だいたい10分前ぐらいかなに、よっしゃーっつってね、気合を入れるって、で本番に臨むっていう感じなんですよね。まあ、それはずっと、まあ、当たり前、まあ、ステージに上がる人間としては当たり前のことかもしれないですけどね、徹底してきてますね。うん、今回の第1曲目は指の動きもそうですけれども、音の低い高いっていう部分で言えば、結構振り幅が大きい、その振幅が大きい歌なんですけど、聴いてください。まあ、内容としては歌詞を追いかけながら、それぞれに捉えていただければなと思います。願い。晴れてるのに雨に見えた窓辺、流れる街、さらに遠く、いつかの面影たち探しながら見送るしかできないなんて、悲しみよどこか遠く消えてくれ、これ一生幸せを
泣かせないでくれ。募るほどは吹かなく時は切な雪、せめてあなたとの日々だけは溶けぬばに住む人たちに確かめるということを教えてもらいました。来年で音楽活動自体は20年という月日が経ちます。年数だけ見るとそこそこではあるんですけどね、まだまだ駆け出し、その気持ちは毎回持ってます。ただ長いことやってくるとどうしても慢心するわけではないんですけれどもね、どこか、おい高橋まさき、お前忘れてんじゃないかって自分に思う
こともあります。そうした時に思い起こされる言葉は、初心忘るべからず。自分が一番最初にギターを持ち、歌を作り歌い始めた時の気持ちって何だった？まさき忘れてんじゃねえか、ふとした時に考えます。この歌は2001年に生まれた歌です。町から町へと向かう道中に、よし行くぞと奮い立たせてくれる歌です。ずっと大事にしている歌です。ライブ音源として公開するのは、この番組が初めてです。そして最初で最後にします。聞いてください。高橋正樹、流れ星。流れる景色をただ見ていた。窓の外に遠ざかる空はだ、街いくつ時を越えたんだろう。共に生きたあの日、全てのこと思いながら、どんな距離さえも越えて越えて、この街で見上げた空に、もう初めて流れ星を見た。もう少しだけ強くなろうと決めた。いつかきっと夢を掴むまで。さよならの言葉は置いてきたよ。思い出は心の奥に残したまま、片道切符で来た意味を一人ふと確かめてた。部屋の窓を叩く雨が、寂しさを不意に連れて来ても、この街でどんな出会いがあるだろう。どんな明日が見えるだろう。もう少しだけ強くなろうと決めた。いつかきっと夢を掴むまで。
舞い散る頃咲く花がある淀みなくまますぐに咲いているよ。街で見上げた空に僕は初めて流れ星を見た。もう少しだけ強くなろうと決めた。いつかきっと夢を島崎流れ星お届けしました。番組冒頭で汁物はライブの前日に取らないようにしてますという話をしましたけれど、ライブの次の日や移動日休息日といった時にはもう浴びるほど汁物を取ります。まあ、ラーメンうどんそば食べますよ。味噌汁もで、うどんは自宅で結構作ったりすることが多いんです。東丸というメーカーのうどんスープの素があるんですけど、これを使って作るうどんが美味しいな。そしてラーメン、最近は僕お店屋さんで食べるときは塩ラーメンを食べるんです。なぜかというと、よく言うじゃないですか、塩ラーメンの味が美味しいお店はラーメンは何を食べても美味しいと。つまり塩ラーメンこそがそのラーメン屋の進化が問われるとふと思うわけ。あ、音楽も同じだなと。醤油、味噌、塩、豚骨、辛味噌、いろいろありますけれども、僕は自分の音楽として塩ラーメン、これを追求していきたいな。いい仕込み、いい出汁をとって皆さんに提供する。それぞれ好みはあると思います。私は味噌が好き、俺は醤油が好きなんだ、ラーメンと同じこの歌が好き、この歌は好きじゃないなとか、いろいろあると思いますけれどもね。それでも通ずる塩、万人が食べても美味しいと感じる、そういったラーメン作りイコール歌作り、ライブ作り、音楽を制作していきたいなと思ってます。目指せ音楽の塩。しかしながら塩対応をすることはないように、うまいこと誰が言えって言ったんだこの番組も来週で最終回です。18曲本編今日の放送で出揃いました。次回はアンコールを想定しながら2曲構成しますんで、楽しみにしててください。この番組に関するご意見ご感想ありましたら、どしどしとお寄せください。すべての宛先は各 SNS のメッセージ等を通じてよろしくお願いします。来週で最終回、
お互いに体に気をつけて、また無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋正樹でした。また来週。バイバイ。